ドッグ側は、はい、まためメルカリにて、はい、なんでしょう、はい、じゃじゃー、はい、こちらまた、ね、面白いちょっとで、まあ、面白いって言ってるもんなんだけど、ちょっとまあ、このきっかけはね、電車で GO のね、2019年1月の元旦よりさ、なんだっけ、201系の201系がね、解放するって情報を受けてね、まあ当初まあいろいろね、東急5000系だとか、まあこれね、まあいいや、先にやってよ。はい、こちらの201系をゲットだぜ。電車でゴー、電車でゴー、電車で声ゴー、電車でゴー、電車でゴー、電車で越えよう。さあ、ということで、はい、見てみましょうかね。どんな感じなのか。はい、一両ずつ、はい、確かめてみましょう。はい、まずは、はい、はい、後尾車、お、総武線の、はい、後尾車、はい、ありますよ。これは、まあ、なんか改造で使おうかな。おー、すげえな。おー、すごいすごい。おー、きれいきれいきれい。これは、限定品のやつでしょうね。はい、メイドインタイランドの。おー、これちょっと改造でなんか使いましょう。おー、まあ、どっちか、もうほとんどいいね。いい状態です。ありがとうございます。遺伝。おー、では、続いての、続いても、あ、なんかシールなしの廃校美車。これはなんか考えましょう。おー、これは、あ、ほほほ。これは、昔のやつでしょうかね。まあ、傷跡は多少この状態だけど、屋根上。はい。ね、はい。と、これは同じくのやつ。はい、連結器はないけど、後ほど取り付けましょう。はい。ドアの開閉は、はい、ご覧の通り、はい、できますよ。はい、と、はい。お、こちらも、はい、中間。お、こちらが先頭車。あ、これのね、先頭車ですよ。お、こんな感じか。こんな感じであったんですね。お、これはね、でもこっち動くんでしょうかね。問題は、ちょっと動くんでしょうかな。なんかね、わ、あ、わ、動かないのと、わ、ギア割れしてるー、わー、なんで夕日だギア割れしてるー、なんで夕日だゴムもないし、さあ、続いて、おい、こちらも、はい、これは201系のあれですね。最近出てたやつですね。はい、開閉、ただ、電気機がないので、後ほど取り付けるとして、はい。お、割と、まあ、いいな。まあ、子供が遊んだっていう割にはいいよ。おう、これはありがたい、ありがたい、ありがたいやら。後ほどね、これ連結器取り付けておきましょう。さあ、先頭車と後尾車、やっと手に入ったよ。はい、やったやった。はい、後尾車。はい、おー、傷跡はあるけど、まあいいでしょう。おー、ほほほ、なんかね。で、これね、ちょっと見た感じの、はい、先頭車だけど、これ動くんでしょうかね。わあ、ゴムがでっか、大丈夫か。わあ、え、嘘。っていうか、ギア割れしてるー。まあ、いいでしょう。ギア割れしてたー。はい、シールはね、まあ大丈夫だから、まあこれはね、使っていきましょうね。電車でGO巡りで。はい。さーて、今度ね、ね、2018年12月29日とね、30日はね、フル編成用にね、これ使っていこうかなと思ってるんですけどね。大阪環状の201。はい。おーね、まあ、なんでこんなこと し始めたかというとさ、やっぱ201系がね、先行開放するっていう、まあ、今さっきも言いましたけど、それをの、その情報を受けてね、はい、もうね、メルカリで探したりとか、ヤフオクで探した中で、はい、まずありました。まあ、次回はヤフオクでね、手にしたのもありますんで、そちらの方もね、合わせてご覧いただくと幸いです。ここまでのご視聴ありがとうございました。